久保さん。なんかチャンネル、ペナルティ食らったらしいじゃないですか。はい、まあ、ペナルティ食らっても他のサブチャンがあるんですかね。はい、まあ、今回はね、買うなら今しかねえにしましょうか。買うなら今しかねえと。そっか、塾。今がチャンスですよ。<laughs> メインチャンネルがこの、休止状態でね。久保さん、メインチャンネル、これ休止なのかな今のところ。アップロード。 うんいやでもなんかライブしてますねライブしてますよねどうなんだろう、うん、はいうん、まあまあまあ今がいいんじゃないですか <laughs> とりあえず <laughs> 今が速歌塾に入るチャンスじゃないですか <laughs> 久保さんもねあのー「買うなら今しかない」っつってね もしあのー、今しかねえってってね、クレジットカード2枚ね、今しかないってね、入ってなかったら今ないかもしれないですね。うん。いや、僕もね、今月末にですね、あの、初心者に向けた商品をね、もうがっつり売ってくるんですけど、これ買えと、いやこれ、これしかねえだろ、みたいなね、もうそんな感じでね、いやいや、これ買えよ、みたいな、もうめっちゃ言ってきますけどね。 で、まあ,あの、買わなかった人はまた変わらないっていうね。買わなかった人はまた変わらないというね。お金が黙ったらとかね。あの、なんちゃらんみたいなね。<laughs> まあ、買っても変わらない人もいるんですけどね。買ってもやらない人もいるんだけど、少なくても買ったら、あの、見える世界は変わるじゃないですか。だって、そのサポートを受けたりとか、その新しいことを学んだりとか。 ね、買っても学ばない。買ってもサポートを受けない。だったら、買わない方がいいんですよ。<laughs> でも、買って、しっかり学ぶ。新しいものを学ぶ。サポートを受ける。絶対変わるじゃないですか。だから、買ったら変わりますよね。まあ、普通に、普通の話をすればね。でも、普通じゃない人もいるんで。買ってもやらない人いるんで。まあ、それはちょっと論外ですね。買ったら変え、変わります。それはそうですよね。本も、買ったらね、見てる世界変わるじゃないですか。見れば。新しい情報入るじゃないですか。 うんはい行ってらっしゃい。